どうも、映画チンピラ、ジャガモンド。どうも、映画トークチャンネル、余計なお世話でーす。みんな、再生してくれて、ありがとねー。どうも、映画チンピラ、ジャガモンド、斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計なお世話な話をしていこうというチャンネルとなっております。今回は、メカ特集、第3弾でございます。わー。 僕が大好きなね、えー、映画のフィギュアをたくさん出してるネカさんのフィギュア、僕がっ買ったものをですね、皆さんにお伝えしていこうと思っております。今回は、3体目で、4体目ですね、今回4体目。バンこちらエイリアンでーすトゥリー。エイリアントゥリー。トゥリーです。ね。これはね、実はあのー、まあ、お客様からいただいた、えー、商品でございまして、ま、あ差し入れというかね、プレゼントだよ、えー、いただきました。はい。ちなみにあのー、 まあ、やらしい話ですけど、あのー、フィギュアを、フィギュアを送ってくださいっていう動画ではないので、皆さん、ね、ご了承ください。それはし伝わってほしいです。ね。もちろんフィギュアね、えー、送ってくださった方嬉しいですけども、そういうね、あのー、皆さんから搾取するようなことはしたくない。それよりもやっぱりこのね、動画とか、ライブとかに来てもらって、えー、たくさん来てもらって、やっぱそれね、お金に換えて、そのお金で僕が好きなフィギュアを買う。それで、 いい、それがいい関係だと思ってますんで。まずそれはね、まず伝えていただきたい。でもね、これをね、お客さんがもらったっていうのは本当に嬉しいことなんで。しかもネカですよ。僕はネカニストだっていうことを知ってね、送ってくださったんです。しかもエイリアン、エイリアンの送りますよって言われてて、いっぱいあるからどれかなって思ったんです。で、色の好きなのある。ま、あ一作目のエイリアンがまあ無難にいいかなって思ってたんですね。もしくれるなら1がいいかなって思ったら、3です。3かーって思ったんですけど、3もね、僕好きなんです。 作品動向というより、やっぱりデザインが好きですね。このドッグエイリアンと言われる犬から出てきたエイリアンなんです、このエイリアン3っていうのは。まあ、牛っていうね、完全版だと牛になったりしてるんですけど。このドッグエイリアンの、やっぱね、うん、人間が入ってできない動きをしてる感じがエイリアン3めちゃくちゃ面白いし、こう、角度の高さが、高低差低い、高さが低いところから襲ってくるエイリアンっていうのは、すごい怖かった印象がすごいあって、 デザインとしてめちゃくちゃ好き。で、ギーガーがやっぱね、また戻ってきてデザインしてるってのあって、おー、スリーか、いい、いい、いいですね、いいですねって思ってね、開封させていただきました。まあ、えー、生で開封した動画が生配信に上がってますんで、よかったらそれを遡って見ていただきたいと思います。でーでーん、こちらでーす。エイリアン3、ドッグエイリアンと呼ばせていただきます。ドッグエイリアンでございますねー。見事ですね、このね、 やっぱさっきも言いましたけど、人じゃない動きをするという、まあ、足ですね、まずね。この足。足のこの曲がり方、この、やっぱね、四足歩行する、この犬、もしくは牛から生まれた、四足歩行する、その、人外、ど、動物から、獣から出てきた感じの、怖いね、このスラッとした感じ。これはワンも、にもツーにもできなかった諸行ですよ。人が入るっていうことじゃできなかったやつですよ。こんな足にできませんからね。この足が、 綺麗だね。美しい。やっぱギーがあって見事って感じ。で、この色もいいですね。この茶色い感じね。茶色い感じいいですね。映画で見ると黒っぽかったりするんですけど、実際本当に茶色だそうですね。こういうね、この姿勢を取れる。そして、ね、このわかりますかこのドームのね、このクリアになってるツルツルってなってるところですね。ツルツルってなってるところ。これがね、素晴らしい。ね。そしてね、この首、首ですよ、首。首がね、ちゃんとね、こうやって前をほら、犬の姿勢取れる。ね。さらに、ここ、口。 出てくんですね。わかりますか皆さん。出てくるんですよ。このね。ちゃんとね、開閉するんです。閉じれんの。かっこよっ。何このギミック細かい。大丈夫ですかネカさん。ネカさん大丈夫ですかこんなこだわって大丈夫素敵ですね。このね、こう、これでき、これはしたいもんで、ちゃんとこの下にベロもあるんだよ。よくできてますね。で、やっぱこのね、さっき、前回のプレデターの時もそうでした。これもそうでしたけど、やっぱギーガーっていう、この芸術家によるですね、この、 細かい部分。で、こうやって見るとやっぱね、悪魔っぽいね、すごくね。悪魔感がすごいありますね。映画だとやっぱこう、真っ黒にしたりさ、ごまかしたりしてる部分があったりするけど、この彫刻というかこう、なんだろうね、この骸骨感と、この感じがいいね。で、あとこの突起がないんですよね。1とか2に比べて、ここの、この背中にね。このね、なんかこう、シンプルな感じシンプルな感じがやっぱ好き。うん。そして皆さんずっと気になってたと思います。尻尾です、尻尾。尻尾うあー 尻尾がね、自由自在に動くんですよ。すごくね。これでもう僕は100億点。最高でしょう。尻尾がこの自由自在にこの針金かなんか入ってるんでしょうか。こんなね、細かく動くんです。これでね、最高なこと、いろんなことできる。こう、こういうこともできる。だからね、このパッケージみたいなね、こういうパッケージみたいなさ、ポージング。これ赤子の時だったけど、こういうふうにさ、できるわけこう下向かせてさ、 かっこいいじゃん。こうやって入ってたんだよ、フィギュアの時。これね。これ開封動画ぜひ見ていただきたいですけど。入って、入り方のポージングもかっこよかったんですね。これいいよね。うわ、下から見る怖いね。この下から見られてる感じ怖いですね。ガラスの床。ね。これはこだわってますよ。分かってらっしゃる。ね。で、僕ね、エイリアンのフィギュアをなんで買ってなかったかっていうと、やっぱこう、自由な動きとか複雑な動き、こうしづらいっていうかさ、なんだろうな。 なんか人間らしく見えても嫌だなとか思ったりしてて、なんかこう関節の動き方が気になって、実際買ってみないと分かんないしどうしようかなって思って、ずっと手出してなかったんです。エイリアン好きだったけど。でもね、こうやっていただけたんで、こう実際開けてみたら最高だね <laughs>。最高でした。やっぱネカさんでした。これによってやっぱね、ちょっとね、リプリー欲しいなとかね、復讐ババもいることだし、リプリー欲しいなとか、あと違うタイプのエイリアンもね、ちょっと欲しいなとか思っちゃったりしました。ドッグエイリアン。 見事ですね。やっぱデザイン。やっぱ、元々のね、デザインがやっぱ素晴らしいから、プレレターとスタン・ウィンストンだったり、このエリアンだっとギーガーだったりね。やっぱそういうこう、やっぱ一流の人が作った映画のデザインをそのまま忠実にフィギュアにしてるネカさん。ネカさんありがとう本当に。ね素晴らしいよ。だからずっと見てて飽きないし、発見があるっていうか、大事にしたくなるよね。うん。素敵なフィギュアです。ありがとう。ありがとう。 ねありがとう。それしか出ません。ね。はい。ということで今回はエイリアン、ギのドッグエイリアンを紹介させていただきました。みんな、再生してくれて、そして、ネカさん、本当に本当にありがとうね。また新しいネカを入手したらお届けしまーす。以上、メカニスト映画チンピラ、ジャガモンド、斉藤からお届けしました。